はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのイベントですね、サクセスマウンテンの、まあ、普通にサクセス動画を見ていくんですけれども、まあ、こういうイベント、まあ、サクチャレもそうなんですけれども、なんていうの、その屍が多いじゃないですか。要は失敗作が多分大量に生み出されると思うんで、毎回毎回なんか喋りながらサクセスを、まあ、やるっていうのは、なんていうの、相当無駄な動画がいっぱいできちゃうので、まあ、あの動画だけとりあえず撮っておいて、いいのができたら、まあ、それにね、後付けで音声を、つけていこうかなっていう感じで、やっていきます。で、あの早速ね、まだね1人しか作ってないんですけれども、まあ、右下のところですね、野手ファースト242メートル選手が、できましたので、これはね悪くないと思います。あのサクセス自体もかなりうまくいったんで、まあ、それをね、振り返りながら音声後付けのちょっと動画、まあ、解説みたいな感じになりますかね。まあ、俺はこうやってやりましたよみたいなもう、見ていって、まあ投手はねまだ1回もその練習とかもやってないんで、こういう方針でやっていって、またあとは、いい選手ができたら後付けで、まあ、やっていこうかなと思ってますので、まあ、とりあえず今回は、野手ですね。で、野手の方針は前回の練習と、全く同じメンツで全く同じ方針で、やってます。まあ、ただそれがハマったっていうだけですね。なので、まあ、あのちょっと動画の方を見ていきましょう。はい、じゃあサクセスの方を見ていきましょう。まあ、まずは、イベントデッキの方ですね。これは前回と同じになります。で、最初にね、コツがあるんですけど、これ3人来てて、まあ、何が良かったっていうと、いきなりねスッスが来てるっていう、まあ、これはね練習の時にねかなり思い知らされたんですけども、やっぱりねどんだけコツが来るか最初の方に、これかなり重要ですね。で、一応コツが来てるんで見てみると、そうですね、チカちゃんなんでここはスッスのコツを取りに行きますと。で、全ポジションの理解度が深まると。あとこのメンツだとね、どうしても金徳不確定組、特にあのコンボが発生する佐久間くんは失敗したくないですね。まあ、これはそうですね、普通に3人の打倒ポイントを減らして、これは勝ちましたね。もうここら辺の経過は忘れた。で、安定の余剰、最初に余剰を倒しに行きます。まあ、これもいつも通りですね。で、コツがありますね。スッスがいるね。これはもうそうだよね、スッスでしょう。でも最初の方にねスッスのコツがね割と来てくれたんで、正直ね打倒は超楽でした。まあ、もちろん、最後はね三本松と碇守君を、同時打倒できてるんですけど、うまくいけばね3人、まあ、うまくいけばだけど3人も狙えたんだけど、まあ、やっぱり安全性をとって、まあ、最後2人倒したんですけど、もう本当にね最初の方に、まあ、せめて1回スッスが来てくれないと、まあ、きついよね。で、またスッスがいると。これマジかよって思いましたけどね。いや、もうここで理解度がねだいぶ上がるんで、まあ、ただ一応タッグとコツは見ておきましょうっていう感じだけど、もうさらっとだよね。で、東条の金徳ですね、これね進みがめちゃくちゃ早かったんだよね。まあ、1回目の東条の金徳ですと。で、ここはもう体力がないので、まあ、矢部君には犠牲になってもらうと。で、ここはもう余剰がいて、しかも他の3人もいるので、ちらっと守備を見て、まあ、やっぱり余剰のポイントを減らしに行くっていう感じですね。で、7位のねこのイベントもいいよね。体力ないときすんげえ回復してくれるんで。で、あとはやっぱり余剰かな。これも余剰行くんじゃない。そうだよね、そう、余剰に行きますと。まあ、やっぱり最初は余剰を倒しに行く。で、東条の2回目ですね。で、ここは、まあ、割とコツとかもあるけど余剰が絡んでるから、まあ、どうしようかなみたいな感じで多分悩んで余剰を減らそうと。
あ、幼鳥倒してんじゃん。で、まあ特にスタンダードに行くんだったら次は六本木を狙っていくんですけれども、ちょっとね六本木は結構後になりましたね、まあ、練習の都合上っていうところなんですけど。でこれは通常イベント小高ちゃんですね、まあ、緑特能を取っていきますと。で次の練習は、まあ、回復しつつ打倒ポイントを減らしていく。で登場早いよね、もう次で完走なんで、4回あるイベントでもう次完走っていうところなんで、まあ、ただ登場はね、まあ、失敗したとしてもいいかなっていうところではあったんで、まあ、パワーとかに依存してんのかな、わかんないけど、あんまりパワーとか上げてないです。でここら辺からやっぱりちょっとね、調整が必要になってくるんで、まあどうしようかなどうしようかなと悩みつつ、イガラシを倒してヤシマを減らすと。でチカちゃんに関しては全然評価上げてないんですけれども、もうあのチカちゃんを彼女にするっていうよりは打倒を優先しています。今回はまあ、選手兼彼女キャラでね、クリスマスとかもすげえ経験点くれるわけでもないし、そもそも今テーブルが弱いんで、まあ、無理して彼女にする必要もないと、思います。まあ、うまい具合にねもちろん彼女にできればそれは越したことはないんですけど。で大谷くんもね外野の理解度があるんで積極的にやってますと。外野陣がね結構ねポイント残るんだよね。つくもとかもここでもう十何ポイントまだ残ってるし、で七井もね、結構ポイント高いんで、まあ、ここは六本木七井のポイントを減らしにかかると。で意外にねチカちゃんは福井部が重いんですよね。まあただ金徳はねデートなんで福井部重かったとしても、全体的なイベント数は告白合わせて、まあ、4回、福井部多分3回くらいあるよね。前イベスッスも重いんでちょっと前イベがきつかったかな。招き猫を持ってこないと、まあ、絶対完走できない、もうほぼ絶対完走できないと思います。でここはそうですね六本木狙いで練習して負けてるし、でこれはね無理普通のパワーヒッターでしたと。まあ、チカちゃんはね、告白来なかったんですけれども、まあ、全然いいですね。もうとにかくねスッスのね今回コツがすごいめっちゃ来てたんで。でここは体力ですね、経験点はもうあの10-10-10なんで体力優先させて、まあ、ここ一応大吉は出ましたと。で少し能力にさばいていく感じかな、戦いっていうか勝負があるんで、まあ、ミート上げつつちょっとパワー上げつつっていう感じですかね。パワーアピールで来てます。でこことかどうしてんだろう何を考えてたんだかよくわかんないけど、まあなんか打倒ポイントをちょろちょろ見つつどうしようかなみたいな、スッスのコツがあるしなみたいな感じだったんだろうね多分。で打倒ポイントってマックスでどこまで伸びるのちょっとわかんないんだけど、マイナス10とかいくのかな。でまあこの勝負もね普通にスコアが40点いけば満点で経験点が全60もらえるんで、とはいえまずは合格ラインの10点、ここを取るまでは多分ミートを開いてると思います。で10点超えたあたりからそうだよね、強振にして、あとはひたすら点を稼ぐと。でやっぱりねここでねパワーはあった方がいいよね。パワー C あるんで結構ホームランに持っていけると。うん、で38点最後なんで、ここは安定を取って
ミートを開いて40点超えましたと。いやこれ本当に美味しいよね、経験点的には。で、まあ、一応コツ誰が来てるかは、見ておいて見ておいて何考えてたんだろう打倒見てます。やっぱつくもが残っちゃってますね。まあ、理解度を上げるかどうしたかもうちょっと分かんないです。もうこっちをやるか悩んでんね追求してますね結局。でこれも保守はね多分 いっぱいになってるんで理解度は上がってないです。この3本松は、まあ、別にって感じだったね。でマラソン前なんで本当は体力残しておきたかったんですけど、ここは確かねなんか練習したと思います。これか六本木減らしてつくも減らそうっていう打倒を優先させて、でただここでチェスト消費が来たんで体力を回復して、あこれでマラソンいけんじゃんっていう感じですね。でマラソンは普通にやってます。すごい登り、まあ、ちょっと飛ばして、でここは五十嵐が来たんで思いっきり飛ばして体力減るのがね半分なんで、で最後に備えて上りか思いっきり飛ばそうっていう感じですね。でここは2位ですと。本塁生還のコツで、ここどうしようかなって、守君がねあの被ってたんでちょっとやっぱり守君は金徳欲しいんで、じゃあ八島を先に倒すかっていう、ていうかダブルタックじゃんみたいないやこれあのやってる時も普通に思いました。八島倒すかって思ってやったら、あダブルタックだみたいなやっぱねスス、ま、PSR50 普通に強いですよね。技術がねマジで稼げる。イベント内容は、ま、正直微妙なんだけどタックがね強い本当に。でここはどうしたんだ結局。二宮を倒しにかかったか七井を倒しにかかったかどうしたっけな、六本木を倒そうかなみたいな二宮を倒してないから一ノ瀬は多分倒してないと思うめっちゃ悩んでんねまたと一ノ瀬だったらもう絶対俺はね二宮を先に倒すはずなんで二宮か結局二宮か、まあここダブルタックで筋力も入ってるしね。でこれでね六本木が上がっちゃうんですよ二宮を倒すと。で六本木はね結構最後まで残ってます今回に関しては。で要は一ノ瀬を倒すとねみんなの打倒ポイントが下がるんで、まあ、碇守君についてはプラマイゼロになるんですけど、でここも本塁生還のコツを取ってますと。でこれだったら六本木かな俺のやり方だったら、ほらそうそうそう、なんかこういう後付けもあれだね、なんかいや正直細かいとこ覚えてないですよ。細かいとこ覚えてないけど見ながら喋るとあ俺多分ここやるなみたいなのがやっぱなんとなくわかるでここはコツですね、ラッキーボーイのコツをちょっと狙いに行きました。まあ、精神的支柱のね骸骨のムード丸もありなんですけど、まあ、前も言ったけど、まあ、ムード丸なんてのは直撮りで全然いいんで。でここは六本木でしょ、これは絶対六本木に行かず、えここに行く、一ノ瀬倒す、ああそうかそういう考えか、一ノ瀬倒して全員減らすかみたいな。七重がね、七重じゃねえや、つくもが多かったんでここはつくもを減らしにかかったんだ。これで下がって六本木いつ倒したんだっけ、まだ残ってるか、まあ、このマッサージもねタイミングが合うとすげえいいんで。でこれも別に頼む必要ないんで体力回復を優先させてますと。
で、マモル君がいるのはもう絶対倒してない。ここはで、三本松もやっぱ最後なんで、これは守備で、これは絶対守備。つくも倒そうと。ゲー、つくも、どっちだよ。絶対とか言っときながら、絶対つくもだよ、これは。そう、つくもです。で、つくも倒すと、7位が上がりますと。でここで、チカちゃんの告白ですね。まあもちろんこれは受けて、で盗塁のコツがつかめますと。盗塁はね、今回のなんていうの、あのいっぱい進むメートルの特能なんで。でここはね、7位マイナス7なんですけれども、タックが絡んでるんで7位倒せるんですよ。でこれ倒すはず、うん、これはあのなんとなく覚えてる。で残り3人になるんで、他の人たちのカウントが倍になるんですけど、まあ、そもそもみんな1だからね。めちゃくちゃはかどってるよね。1111だからね。で、まあ、ここでちょっと3本松が上がっちゃうんで、あとは3本松を射程内に抑えて、うん、マイナス6を減らせられるんで、ここは3本松ですね。でそうすると残ってるのが3本松と守君 と、六本木、まあ、ちょうどねそのコンボになる3人が残ってるんですけど、まあ、ストライク送球そのものはこいつから取れるんで、まあ、3人ね狙える、まだなんていうの、日付ではあるんですけど、ちょっとやっぱね3人は怖いよね。だったら六本木が1人になったところで六本木だけ倒しちゃって、あと2人打倒で、まあ、安全に取っていくっていうのがいいと思います。でチカちゃんのデートとかもね、進めていかないといけないんで、空デートがあるからね、あの進められるときにデートを進めていくと。でデートを進めながら、そのみんなが集まってきたところを倒すっていう方針ですね、ここからは。で芸術的な勝ち打ちは取れましたと。もうほんとね、スッスのここら辺のイベントが微妙だよね。でここはもうそもそもいないんで、これはもうデートですね。デートを進めると。前回からデート2回あったからね。でホラーにして体力の最大値とか、まあ、経験点狙いにしてます。体力自体は下がるんですけど、まあ、多分デートね連続すると思うんで、もうデートをしながらひたすら来るのを待つと。っていうかさ、いつさそれこのテーブル改善されんの。次のアップデートって言ってたけど、次のアップデートがいつかなんてまだ出てないよね。ここも本類戦艦っていうか、本類戦艦結構取れんなみたいな。で大谷の金徳もこれで消化なんで、切磋琢磨ですね。でここはね六本木倒すかっていう。で六本木を倒して残りが三本松と守君で、4月の2周なんで、まあいけるかなとは思いました。5月とかに入ると多分焦るよね。でここで少しそうですね、能力を、揃えていく感じになって、多分まずはね軽い特能をねポン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 取っていくと思います。確かで悪気打ち取るよ多分。ほら悪気打ち取って代打取るでしょ、ヘッスラ取って体当たり取って、あとムード取るでしょ、レーザービームを3で掴んでおいてブロック取る、でゲッツー崩し取って気分屋は取らないっていうところで、ちょっと一回ねこれあの収録が止まっちゃって、うん、ラッキーボーイを取って、あとなんだっけ、盗塁アシストとかそこら辺の軽いものを取ってね、まあ青徳を埋めていきましたと。で精神的支柱も取りましたと。たまにねこのなんていうの、その収録のキャプチャーがね止まっちゃう時があるんですよね。
で実際はパソコンの画面を見ながらやってるわけじゃなくてテレビの画面を見ながらやってるんで、そうキャプチャーが止まってるのがね気づかないんですよ。でパッと見た時にあ止まってるみたいなでもう一回ちょっと撮り直しをするっていう、まあ、作業なんですけれども、で練習試合ね普段俺なんていうの全部コンピューターに任せてるんですけど、まあ、ここは一応自操作にしてます。まあもうねミート B パワー B でパワーヒッター広角打法を持ってればホームランは全然いけるんで、で今回はね本当に特殊能力重視の査定重視でやってるんで、肩とかね守備とかね全く上げてないです。走力は一応敏捷が余ったから最後上げたんですけど、まあ、ミートと多分パワーが基礎能力的には一番効率いいと思うんで、まあ、この2つは上げると、あとはもう特能に振る感じですね。で、まあ、そもそも忘れてたんですけど4月の1週の赤徳イベントはちょっと今回スルーしてます。普通にただ忘れてただけなんですけど、まあ、これやるかどうかって言われたらどうなんだろうねちょっと分かんない。総合値が結局下がっちゃうんだけど、まあ、2メートルあるからね赤徳は。で4つ取れば8メートルで、その何だよ査定値っていうのが下がったとしても多分プラス4メートルくらいにはなるのかな。で碇守君との勝負、まあ、ここは普通にもう強振狙って、40点オーバーを狙っていきます。でもこの能力だったらねもうめった打ちにできるんで、こいつもさ学校来れないよねこんなにマジでこんなに打たれたら。プライドズタズタでしょ。この10球目投げるときとかもう勘弁してくれとかなんないのかね。こいつ打たれ強さ不屈の魂持ってるよ。こんだけ打たれても元気だから。だってこれ監督とかみんな見てるんでしょ。その中であんなに打たれた碇守とか大したことねえなーみたいな絶対言われるよでここはまあコツがあるんで穂高ちゃんでもここら辺もねやる必要ないんで、でここはなんか上と下なんだっけってあんまり把握してないんでイベント内容。精神がねちょっと足りてないんですよね全体的に。でここで来ましたね、守君と三本松5月の3週、まあ、6月に入ると多分相当焦るんだろうけど、まあ、5月中に来てくれたんでよかったですと。だからここをねさらに六本木を残しておくとちょっと分かんないよね。で切り込み隊長これで恐怖の満塁男でストライク送球は、まだ小高ちゃんからは来てないよね確か。で佐久間くんは芸術的流し打ち取れたんで、流し打ちのコツが欲しかったんですけれども、まあ、内野安打でしたと。で6月の1周で2回目なんでまあ完走はできるかなっていう感じでしたね。でここはどうしても流し打ちのコツが欲しかったんで内野安打を潰して、でアベレージヒッターはもう取ってあるはずなんで大丈夫ですと。で満塁男も、持ってるキャラはいないんでもうどんどんここら辺は潰していって、で追球で流し打ちのコツですと。でこれはもうやらない、もう1回目でいきなり失敗すると怖いんで、もうミートとかがね直に下がるんで、であとここはまたコツ潰しに入ってるかな、ポイントがいっぱいあるんで。そうでもないねただなんか眺めてるだけだね。インコースは取っておこうかって、精神だね。そう精神が197しかないんで精神を使わない多分青徳をね取りに行ってると思うんですよ確か。そんな感じだったと思う。
で精神的支柱もデートで終わったんで、あと回復はねできれば精神で回復していこうかなと、思ってたんですけれども、まあこういうところもね精神稼げるんで、でこれでストライク送球ですね。でね、これストライク送球3でつかめたのがかなりでかいですね。まあ、骸骨は取れてないんですけれども、まあ、ストソー3で取れましたと。でもうとにかくメンタルだよね。やっぱねスッツがいるからね結構ポイント入るよね今のも。で、まあ、ちょっと試合はね本当にサクッとまた倍速でいきましょう。ストライク送球3でも結構重いよね。156かっていうのを見て試合に行くっていう。じゃあちょっとここから倍速にします。まあ、ここは安定して勝ちですね。もう精神を下げられるのはね今痛いんだけど、まあだからねもし変えると今のそのイベキャラ変えるとしたら東条をねどうしようかなっていうところなんですよね。一応追求用のファーストサードで持ってきてるだけなんで、あとここら辺のイベントもね回復イベントがあるっていうのがでかいんですけれども、まあ、絶対必要かって言われたら多分そうでもないキャラなんで、まあ、もしやっていくんだったら変えるんだったら登場ですね。で芸術的流し打ちはもう佐久間くんから取るしかないんで、今回はまあ打倒がうまくいったんで多分今回の流れでいくと二股でもなんとかなったかなっていうのはあるんですけど、普通にやっていくとね多分ここまでうまくいかないと思うんで、二股にするとねきつそうなんですよね。で速攻とかもあの精神使わないんで、でかくらんで敏捷さばいてみたいな。もうポイントはほぼ特納にあの突っ込んでます。今回スッスね普通に生きてるよね。コツまあもう打倒は終わってるんで無理してやる必要はないんですけど、そうそうこれスッスを見て、あそうだキャッチャー丸トロって思ったんだまあただここ自体はねもうキャッチャーは5になってるんで別にコツをくれるってわけではないんですけど、スッスを見てキャッチャー取ろうって思ったっていう。でアバタくんですね。まあ、ここも試合は倍速でいきましょう。まあ、大谷くんがね試合経験点ボーナス持ってるんで、であと佐久間くんがまたプラ4なんで、これがプラ5になればまた試合経験点ボーナスつくんで、もうちょっとねもうちょっとだけ伸びると思うんですけど、まあ、ここはダブルタックのある筋力練習ですね。でまあパワーを上げる際にはね、筋力と技術しか使わないんで、まあ、精神を気にせず上げられるんで、で碇守君との甲子園勝負、まあ、ここもサクッとホームラン打って勝ちますと。この経験点もでかいんで、まあ、パワーヒッターはねもう持ってるんで別にコツはいいんですけど、でパワーに振りますと。でね敏捷どうしようかなっていうところなんですよね。でミートは A にしておいてって思ったんだけどやめてるね技術かな、技術がすげえ減っちゃうなって思って。特能ってやっぱり技術使うじゃないです か技術はね今のところ取っとこうと思ったんですよ。
でちょうど打撃練習で技術を稼いで、マチェットとの戦いですね。でここでね、あ、アイテム押し散ったって思ってここで、ね、すっかり忘れてたマックスパワードリンク、これを使いますと。で天才の入部届はね、これ最初なんでまだ投入してなかったです。だこれ天才の入部届使うとまたね、もう一段階強い選手ができたと思うんで。まあ、今回はね、彼女がチカちゃんなんで、もちろんお守りは必要ないんですけど、仮に二股で芸術的流し打ちを騎馬妹から取ろうとするとお守りは必須ですね。でやっぱり招き猫はないとちょっとイベント数的に不安なんで、まあ、この編成だともう招き猫ないと絶対完走できないんで、であとは敏捷ポイントをさばきにかかる感じかな。結構敏捷ポイントが余ってるんで、本類生還がねだいぶコツレベル高くして取れたんで敏捷ポイントが浮いてるんですよね。だからここは筋力を使わずなるべく敏捷ポイントをさばきたいっていう。ただささやき破りはちょっと重いから置いておいて、で打開は取りますね普通に。であと走力を上げてなんかどんなものになるかなって思ったんですけど、意外に伸びなくて戻してます。だったら得のを取るかみたいな。じゃあまた試合に行きましょう。まあ、ここも経験点はマックスでもらっておいて、もうこっからは経験点と特能をどう取っていくかっていう、まあ、ただそれだけですね。まあ、暁台はね基本チームメイト結構強いんで、でもうストライク送球は掴んでおきます。で意外に筋力がなくなったんですよねこれ意外に筋力なくなったなってちょっと思いました。で意外性とかね50使うじゃないですか、だから取らないですここら辺は。まだでさよなら男は取るよね、そう30くらいかっていう感じで。で気分屋はもう本当に終わってからですね取るとすれば。で敏捷ポイントがねやっぱり余っちゃってるんで、でまあ普通に優勝ですね、まあ、経験点も満点ですと。まああとは最後のね、まあ、こういったエピローグポイントで特能を取っていくと。まあ彼女枠がねチカちゃんなんでね、どうしても普通の彼女よりポイントが全然低いんですけど、で大谷くんもちょっとくれますと。で経験点的には9500で、まあ悪くないよね、悪くないっていうか結構いいと思うんだけど。あとはもう本当に効率よく特能を取っていく感じ。対エースとか取ったっけ、どうしたっけ。もう気分屋はね取るはず、いつ取るかは分かんないけど取った記憶があるもん。だからまずはなんていうの、その安い特能を取って、であとは余ってるやつっすね。
そうで、品種を上げ始めて、要はその査定値がどこまで伸びるかっていうのをちょっと見てみたんですよ。で170で大して上がってないんで、これだったら特納に振った方が多分メートル伸びるなと思ってまた戻してます。粘りとか取るかな、伊賀姿勢取るかな、もう分かんない粘りは取ってないね。初級は結構重いよね。気分屋根取るはず。ほらほら取った取った。で連打も重いんだよね。もうここら辺来ると結構重いのしか残ってないんで、上り乗車はね取ったはず。うん。でね、敏将がねめっちゃ余ってね、あ粘り取ったね最終的にあ取れるわって思って、でこれはアウトコースかって思ってスルーして、であと総力に振ると思います。で筋力は足りないんで、まあ一応 D まで上げて、敏将技術が余って、でちょっと思ったのが、例によって、あれなんですよ、投手の特能、これもメートルに反映されるのかなって思って、ちょ3つ取りました。なんだっけ、なんかのね、イベントの時にね、投手の特能を取りまくってみたいなことをやったんですけど、あれだ、ブレインマッスルだ。あの投手の特能を取っても電池くれるんで、電池稼ぎのためにあの投手の特能をね、結構取ったりしたんですけど、今回それ使えるのかな。投手の特能も、普通の青得としてカウントされるっていうんだったら、クイックとかね結構安いんで、っていうか基本的に投手で敏将と技術を使うやつは安く取れるんでいいと思います。でこいつ自体はちょっと名前を分かりやすくマウンテンにして、多分なんだこいつってなると思うんで、後々分かるように、やっておきましたと。でまあ一応 S 差し、まあ特能めっちゃ取ってるからね、査定的には結構伸びます。でここで、まあ、242m ですと。まあなんかどうなんだろうっていう正直これ1回目なんで。でまあ4つじゃないですか。で今のその全国ランキング的なものを見ると、まあ 1000m4 つ合計1個 250m で 1000m いければかなり上位に組み込めるんじゃないかなと思ってます。あと投手でね何 m くらい出るのかっていうのが全く分かんないんで、どっちの方が出るんだろうね、野手と投手だったら、という感じですね。まあこんな感じで、また更新選手ができたら、ちょっと後付けにはなると思いますけど、動画を作っていきたいと思います。でまああとは何ですかね、報酬がランキングね、あの大丈夫博士像じゃないですか。で PSR とかね1位だけだしこれもうちょっと枠広がってくれればね頑張ってたんだけど、まあもちろん SR の大丈夫博士像も、まあ、貴重は貴重なんですけどね、もう100位から押し出されると PR の大丈夫博士像4個になるんで、まあそこまで精神すり減らせてガツガツやっていく感じはしないですね。で例えばこの PSR 大丈夫博士像が例えば100位くらいまでねくれるっていうんだったら結構頑張ったかもしれないです。俺なるみの PSR マジで解放したいんで狙いに行ったと思うんですけど、ただ1位1人はさもうこれもう無理だからね、どう考えてもなんでまあぼちぼちやりながら、まあいいのができたら、まあ動画にしていくっていう、まあ後付けでまあそんな感じでやっていきますんで、まあ次は投手をやっていきます。まあそんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。